はい、皆さんこんにちは。こんにちは。アッバンクラクラ攻略担当のジョーと、はい、私クラクラ実況を YouTube でやっておりますドズルです。同じく、YouTube でクラッシュオブクラの実況しているキヨキヨと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は、はい、クラクラのもう有名人であるお二方に来ていただきました。はい、今回のお題につきましては、はい、まあ、皆さんダークエリクサーの習得方法についてかなり悩んでいるというダークエリクサーありましたので、やはりもう皆さんダンボール10でヒーローのレベルも上げてたりするので、はいはいはい、おのおのそのダークエリクサーの稼ぎ方なるほどっていうのをもう永遠のテーマですね。永遠のテーマ、クラクラの中で永遠のテーマだと思うんですよ。ヒーローを育てる上で、はい、ダークエリクサーがなんて始まらない。そうですね、はい、しかしなかなか集まらないということ で、ね、まあ、永遠のテーマでもあるんですけど、はいはい、各々によって集まり違うと思うんですよね。やっぱ人によって違うと思いますね。そうですね、はい、一昔前だったらもうライトニングの呪文で奪われてますから、今もうライトニング使えないですもんね。なので今の状態にあった各々の取り方っていうのを紹介していきたいと思います。はい、 いいですね。はい、OK です。早速誰から打ち込みますか。誰から行きますか。やっぱドズルさんでしょ。僕から行っちゃいます。 OK です。え、これはもう画面を映しながら OK ですか。そうですね。はい、じゃあ僕はですね、ダークエリクサー集めるときはてか、僕今タウンホール10になったばっかりなんですよね。で、やっぱり攻める練習もしたいので、はい、攻める練習をしながら、ダークエリクサーが3000以上あるところを行ってます、はい、なんで勝利ボーナスで今チャンプなんですけれども、はい、勝利ボーナスで1800ゲットしつつの、ダークエリクサー3000以上をゲットという感じですね。なるほど、はい、勝利ボーナス大きいですよね。いや、勝利ボーナスで、ね、結構あのリーグ低い人もいると思うんですけど、ダークエリクサー欲しければ結構リーグ高めにいるとすぐ溜まります、ね、なるほどなるほど、はい、チリツモでやっぱりチリも積もればやることがある。はい、という感じでね、私はもう勝利しつつ、中にあるダークエリクサーが多いところを攻めて、まあ奪っていってる感じです。あ、そうなんですね、はい、ということで、はいはい、私からは以上です。どうぞ。はい、次誰いっちゃいます。じゃあ僕いきますか。あ、キヨキヨさんで、キヨキヨさん流の、はい、あれこういう流れかはい、じゃあキヨキヨさん流ダークエリクサーの首都候補お願いします。はい、僕はマスターリーグであったりとか、はい、チャンピオンリーグでジャイアントとアーチャーのジャイアチャで、はいはい、外周を削って 50% 星1を取って、先ほどのリーグボーナスで稼ぐという方法でやってますね。はいはいはい、やはり高回転で、はいはいはい、攻めることができるので、やはりその時間がある人向けというかね。なるほど。でもあれですよね、はい、短時間で何回も何回も回せるから、はい、もうがっつり稼げる。がっつり稼げますね。なるほどなるほど。なるほど。はい、そんな感じですね。結構成功る感じ。結構たまりますよ。はい、はい、トロフィー帯はチャンプ、はい、そうですね。タウンホール9の方はやはりマスターリーグであったりとか、はいはい、タウンホール10だったらチャンピオンリーグで全然大丈夫です。なるほど、はい、今度試してみます。あ、なるほど、試してみよう。はい、僕だけなんか一緒な気がしてきたラストジョーさん、ラストお願いしていいですか。はい、僕のダークエリクサーの収集方法につきましては、はいはい、ジャイアント大量編成で回しております。最近はそうですね、はい、昔はちょっとはいはい、周回リーグボーナスで前回の練習しつつ、うん、稼いでグッてなったんですが、うん、ちょっとヒーローのレベル本格的に上げたいなって思いまして、ちょっとジャイアント38体の38体ですね。はい、はい、すごいすごいですね。そうですね、まあ、やっぱりゴーレムを使ってしまうと、はい、ダークエリクサーの処理激しいじゃないですか。そうですね、確かに確かに。というわけでゴーレムの代わりにジャイアントを大量に使って、まあ、エリクサーはあんまたまらない。でも、うん、あんまりたまらないといってもジャイアントがそんなにエリクサー大量に使うわけでもないので、あ、意外とたまるんですよね。あ、そうなんですね。でもエリクサーオンリーの編成にしちゃって、はいはい、自分もエリクサーオンリーで、まあ、使うとしてもポイズンの呪文だったので、まあ、勝利ボーナスと獲得の、まあ戦利品で、はい、まあ、ダークエリクサーを稼ぐ。多い時はもう1回で5000とか得れると思う。しかも何がいいって、ジャイアントのその生産の時間が短いので回転率が高いんですよ ね、 いいですね。なるほど。消費をもう最小限に抑えつつ、はい、高回転ってことでかなりいいですね。トロフィーさえ考えなければ、はい、別に負けてもその分ダークエリクサー取れれば美味しいので。そうですね、確かに、はいはいはい、まあ、ぜひ試していただけたら。あ、ちょっと試してみます。ちょっと試してみます。はい、はい、これあれなんですけど、はい、バーバリアンキング今上げてるんですけど、はいはい、35から36に上がるのに、はい、実質2日ぐらいで上げれたんですよね。結構ですよ、17万ぐらいします。結構回したっていうのもあるんですけど、本当にダークエリクサーがたまりやすい。なるほど、試してみますわ。それ
よりハマったら、はい、お試しください。わかりました、ありがとうございます。なんか今3人こういろいろ話したんですけど、はいはい、3人とも全然違う。違いますよね、全然違う。びっくりしました。結構被るのかなと思ってたんですけれども、3人とも、はい、もうイメージでは、はい、いやジャイ38っすよね、ジャイ38っすよね。いやいや、それはない、それはない、それはない、それは絶対思ってないし。いやでも結構いろいろ試してみたい編成が増えたんで、ちょっと今度試してみて、自分に一番合ったやっぱり編成っていうのを選んでいかないと、やっぱりこう固まった時間で稼ぎたい人だったり、一日にちょこちょこ稼ぎたい人だったりで、また編成も違ってきますよね。人によって違うでしょうし、やっぱり色出ますよね。そう、出ます、出ます。本当プレースタイルによって稼ぎ方攻め方全然違いますよね。なんでちょっと自分に一番合ったダークエリクさんの稼ぎ方っていうのもこう見つけ、なんかすごい気になりますよね、はい、もう他の人多分人によって多分違う、はい、全然違うんですね。確かにぜひなんか、はい、俺のダークエリクさんの稼ぎ方これだったらコメント欄に書いてもらえます。ああ、欲しい、欲しい、欲しい、結構気になりますよね。聞きたいです、聞きたいです、はい、ダークエリクス集めなのに、え、俺ホール使ってるけどみたいな。なるほど。やっぱりあの、はい、ダークエリクス集めって言いつつも、はいはい、あのやっぱり壁塗りとかあるじゃないですか。なのでまあトロフィーあげつつ、ダークエリクサーも得しつつ、最低限得しつつ、だけどゴールドもエリクサーも欲張って、はい、トロフィー編成からもいるでしょうし、最強の、最強のダークエリクサー編成を募集します。募集します。募集します。そしてパクります。パクります。まあすごいそれが良かったらパクるんですが、はい、やはり僕らもかなり今自信を持っていったので、そうですね、ぜひちょっと試していただいて、はい、そうですね、これ一番良かったって言ったら、はい、もしコメント欄でそちらも書いていただけたらな。ね、常識の38体じゃないな、良かったぜみたいな。ノズル式仲間で食い込みリーグボーナスみたいな。あ、まあいろいろ試していただいて、まあダークエリクサーをね稼いでいただきたいな。そうですね。はい、ダークエリクサーも、まあ、集めれば集めるヒールも強くなりますし、確かにいいことだらけですよね。はい。はい、集めていただけたらなと思います。はい、まあ、今回の動画はもうダークエリクサーの集め方ということで以上となっております。はい、では皆さん、バイバイ。バイバイ。バイバイ。12月12日石川県にて、マックスブレイステータンスチケット大好評発売中、概要欄にリンクございます。ぜひともお越しください。他にもですね、年内、アップバンクイベントもり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 盛りだくさんでございます。引き続きお楽しみくださいませ。あと忘れてはならないのは、チャンネル登録がお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あの他にもですね、マミルトンさんのチャンネルとか高橋くんのチャンネルとか、この辺にいます、この辺に。あとハラミンとガル、今どっか行ってます、ハラミンとガルのチャンネルとか、いろんなチャンネルございますので、アップバンクがお届けする、いろんな動画チャンネルぜひともすべてお楽しみください。全部一色単にまとめまして概要欄にリンク入れておきます。では引き続き別の動画もお楽しみください。さよなら。